どうも、セリカです。毎週水曜日は息止め練習を一緒にやっていきましょう。はい、ってことで新企画、毎週水曜日の息止め練習。はい、これは勝手に考えました。実際いると思うんですけど、息がなかなか長く持たないとかすぐ切れちゃうって方いると思うんですよ。でもネットとか調べてもあんまり出てこないんですよね、肺活量の、肺活量の鍛え方はあるけど、その肺を大きくするとか息止める時間を長くする練習っていうのはあんまり出てこないと思うんですよ。それを私ちょっと独自ですが考えてきたので、毎週水曜日にこの動画で一緒にやっていきましょう。ということで、今日はまだ1日目なので簡単なことからやっていきます。まずステップ1、今日ステップ2までやっていきますね。ステップ1は、5秒5秒5秒です、はい、これ何かというと、まず最初の5秒は息を止める5秒です、はい、5秒息を止めました。そしたら次は5秒息を吐きます、はい、もうここで全部吐いちゃうんですよ、はい、で吐き終わったらその状態で5秒我慢します。この5秒できるのって思うじゃないですか。やってみてください。できるので。そう、ちょっと不安になると思うんですね。実際空気も肺に残ってない状態で、もうなんか酸欠になっちゃうんじゃないかみたいな感じになると思うんですけど、よくそのダイビングとかの世界で言われるのは、その人間って苦しいって思う状態が、そのもうギリギリのラインじゃなくて、ちょっと余裕を持った苦しいなんですよ。そうだから、苦しいと思った状態でも人間の体はまだ大丈夫なんだよっていうのに、体を慣れさせるため、頭をそう思わせるためにこの練習をやっていきます。では実際に5秒5秒いきますね。よーいどん。吐きます。止めます。はい、どうですか？めっちゃ簡単じゃないですか？そう、全然いけるんですよ。まあ、今回5秒なので簡単ですが、これをちょっとどんどん体を慣れさせながら長くやっていこうっていう練習方法です。はい、実際泳いでて息が苦しいってなってる状態、泳いでて苦しいってなってる状態っていうのは、その息がもう全部なくなった瞬間だと思うんですよ。実際には別になくなってはないんですけど、なくなったって脳が思った瞬間からもう苦しいって感じるので、それに対してまだ大丈夫なんだよっていうのを自分に覚えさせるために練習していくので、そこは覚えておいてください。ではあと2セットやっていきます。はい、では行きましょう。よーいドン。はい、吐きます。はい、止めます。はい、結構余裕ですね。ではあと1セット、ちょっと一回深呼吸してもう一回いきますね。いきます。よーいドン。はい、開きます。はい、止めます。はい、 OK です。はい、これで3セット終わりました。なんか結構ちょっとだけポコポコしてくる感じありますか？まあ、これだけでもちょっと肺はなんだなんだみたいな感じになってくると思うので、はい、まあこの練習をまあできれば毎日やってほしいですが、はい、次の水曜日が来るまでぜひこの動画を見てやってみてください。はい、そして今日はステップ2までいきます。はい、ステップ2は10秒5秒5秒です。はい、もう分かります通り10秒止めます、5秒で吐きます、5秒我慢します。はい、ではこれやっていきましょう。同じく3回やっていきます。はい、ではいきますね。よーいドン。
きます、我慢します。はい、 OK です。全然なんかさっきと変わらないって感じしません？そう、はい、じゃあ一回だけ深呼吸して、はい、ではもう一セット、あ、もう2セットいきますね。はい、行きまーす。よーい、どん。はい、吐きまーす。はい、我慢しまーす。はい、OK です。はい、では深呼吸してあと1セットいきましょう。はい、では最後、準備はいいですか？いきます。よーい、どん。吐きまーす。止めます。はい、OK でーす。はい、終わりました。結構簡単な練習だと思います。そう、でもあんまり肺活量とか肺があんまり大きくない方は結構響いてくる練習だと思うので、ぜひ来週の水曜までこれに慣れてこれるよう練習してください。はい、ってことで今日の動画は以上です。また来週の水曜日息止め練習しましょう。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。